藤原鎌足は、アスカ時代の政治家。日本の歴史における最大氏族、藤原氏の始祖。大化の改新の中心人物であり、改新後も中野大江の王子の復身として活躍し、藤原氏繁栄の礎を築いた。藤子家伝には、意味やび、風刺特集と記されている。字は、中郎。もともとは、 中富の氏の一族で初期の頃には、中富の鎌子と名乗っていた。その後、中富の鎌足りに改名。そして臨重に際して、大指揮官と共に、藤原生を賜った。つまり、生きていた頃の彼を指す場合は、中富の鎌足りを用い、藤原氏の祖として、彼を指す場合には、藤原鎌足りを用いる。青木和夫の研究によれば、鎌子から鎌足りへと、 解明したというのは、後世の解釈であり、本来の名は、鎌一文字で、子や、足は、継承に用いる語尾であるとしている。大食漢像、室町時代の作。藤原鎌足が、繁華の姿で、息子の上へ、不日との冗談に座る。藤原鎌足五円切手出生地は、藤子家伝によると、大和国高市郡藤原。また、 山和国大原や日立国鹿島とする説もある。早くから中国の司書に関心を持ち、陸島を暗記した。つい、島に、剣島市として留学していた、水無淵昌安が塾を開くとそこで儒教を学び、蘇我いるかと共に秀才とされた。日本書紀によると644年に中富野氏の家業であった祭り館に着くことを求められたが、鎌谷は固辞して、 摂津国三党の別邸に退いた。密かに、蘇我氏体制打倒の意志を固め、擁立すべき巫女を探した。はじめは、慶美子に近づき、後に、中野大江の王子に接近した。また、蘇我一族内部の対立に乗じて、蘇我倉の山田石川の丸を味方に引き入れた。四十五年、中野大江の王子、石川の丸らと協力して、アスカたタブ宮にて、 当時政権を握っていた、蘇我イルカを暗殺、イルカの父の蘇我ゾを自殺に追いやった。この功績から、内津臣に任じられ、軍事指揮権を握った。ただし、内津臣は、長身、参謀の意味で正式な官職ではない。また、当や白木からの外交施設の対応にも当たっており、外交責任者でもあったと見られている。その後、大化の改新を推進しようとする、 中野大江の王子の側近として、保守派の左大臣の安倍倉橋のマロ、右大臣の曽我倉の山田石川のマロと対立した。647年の新官異制度では、大西機関を授与された。649年に倉橋のマロ、石川のマロが皇居、失脚した後勢力を伸ばし、654年頃には大紫関に昇格した。六十九年十月、 山品の御両場に狩りに行き、馬上から転落して背中を強打した。天智天皇が見舞うと、生きては軍国に、務むなしと語った。すなわち、私は軍略で貢献できなかったと嘆いているのである。これは、白月の絵の戦いにおける軍事的、外交的敗北の責任を痛感していたものと考えられている。天智天皇から大食感を授けられ、 内外人に任ぜられ、藤原の生を賜った翌日に成居した。去年五十六万葉集に二種初集歌京標識に一種初集万葉集の一種は、正室、教王女に送ったもので、もう一種が、鎌足りがうねめ、休み時を得たことを喜ぶ歌である。我はもや、休み時得たり皆人の特難にすと、不休み時得たりうねめとは、 各国の豪族から助監として天皇に献上された美女たちである。数は王子といえども天皇の妻ともなる資格を持つことから、当時、うねめの恋は命をもって償うべき近畿であった。鎌谷の場合は、おそらく天智天皇に覚えが良かったことから特別にうねめを賜ったのであろう。上の歌には万葉らしく、鎌谷の二重の喜びが素直に表現されている。 すなわち、恋を成就した喜びと、天皇が自分だけに特別な許可を与えたという名誉である。丹山神社の藤原鎌足像死後、奈良県桜井市東の峰の丹山神社に祀られる。また、大阪府市城縄手市のお資料神社の主催神ともなっている。東の峰縁起絵巻には、鎌足りが生まれた時に、どこからか鎌を加えた白い狐が現れ、 生まれた子の足元に置いたため、その子を鎌子と名付けたと描かれている。この逸話にちなみ、丹山神社では鎌を加えたびやっ子のお守りが売られている。墓所は定かではないが、日本三大実録天安二年上には、遠の峰墓を藤原鎌足の墓とし、重両四本の霊に入れるという記述があり、平安時代中頃の成立とみられる、遠の峰略記などに、 最初は、摂津国愛に葬られたが、後に、大和国の塔の峰に改造されたとの説が見える。なお、昭和9年に、大阪冬茨城市大技、愛の阿部山古墳の発掘中に発見された、埋葬人骨は、藤原鎌足本人であるとする説も存在する。一方、藤子家伝の記述に基づき、鎌足の墓は、京都市山品区のどこかに存在するという説もある。 その説に従えば、山品には、大塚という地名があり、そこはかすかに盛り上がった地形であることから、そこであると推測できる。2013年12月、関西学院大学の調査により、阿部山古墳で発見された棺に入っていた、官房が、当時の最高級の技術で作られ、さらに金紙を織り込んだものであることが判明。日本書紀によれば、鎌谷は、死の直前に、 天智天皇から、最上の神、大職官と大臣の位を贈られたとされており、この官房がそれではないかと考えられている。日本ではかつて紙幣の肖像として採用されたことも、あり、改造100円券、高100円券、おつに10円券及び、定200円券に採用されている。舞台。ありがとうございます。